皆さんはじめまして、横尾太郎と申します。アトラスファンの皆さんはあまりご存知ないかと思うんですけど、僕の自己紹介をまずさせていただきたいなと思います。スクエアエニックスさんから出てるニーヤとかドラクオンなんとかっていう RPG タイトルを作らせていただいていて、今回アトラスさんの方からですね、新規ファンタジー RPG プロジェクトについてのコメントが欲しいというふうに宣伝部さんから言われたんですね。で、皆さんこの映像を見てるだけじゃあまりわからないと思うんですけれども、この会議室は実はスクエアエニックスさんの会議室で、ご存知の通りスクエアエニックスさんといえば大作のファンタジー RPG の総本山と言われている場所で、その総本山にわざわざ別の新規 IP を立ち上げるって言ってインタビューしに来るアトラスさんが、アトラスさん、宣伝部さん、すごい勇気あるな、度胸あるなというふうに僕は思ってます。で、皆さんにちょっと一点しておいていただきたいことがありまして、どういうことかと言いますと、それは日本のゲーム分布図、こちらの方をちょっと知っていただきたいなと思っておりまして、それが何かと言いますと、こちら、縦軸にファンタジーと現代で、横軸にポップとリアルっていう風な、こういうマトリックスになってるんですね。で、日本のゲーム業界がどうなってるかっていうと、まずですね、右上にファイナルファンタジーがドーンといまして、左上にドラゴンクエストがドーンといます。大体これで日本 の, ゲーム業界の半分ぐらいが占められてるんですけども、これに対してアトラスさんなどのゲームはどこに位置するかというと、こんな感じですね。真ん中下側にペルソナですね。で、右下にちょっと隠れて竜が見えてます。で、左下の方にダンガンロンパがあって、ダンガンロンパとペルソナは僕の中ではちょっと市場が被ってるんじゃないかなと思ってるんですけれども、他社さんなんで、どうでもいいかというふうに考えています。で、そこでですね、僕が作ってるニーヤっていうゲームが、この日本のゲーム業界の中のどこにいるかっていうのを説明させていただきますと、このちっちゃいところ、これがニーヤ、僕が作ってるゲームなんですけれども、スクエニさんの巨大なタイトルとアトラスさんの素晴らしいタイトルの隙間でなんとか細々と生きてるっていう、これが今の現状なんですね。で、これに対して今回アトラスさんが発表された新規 RPG ファンタジー RPG プロジェクトっていうのが何を起こすかっていうと、こんな感じでアトラスさんが持ってたペルソナの部分がぐわっとファンタジーに寄ってきちゃう。で、ペルソナの部分がファンタジーに寄ってきちゃうとどうなるかっていうと、ニーヤがこういうふうに死んじゃうんですよ。ポンと。で、死んじゃうとまずいんで、僕らとしてはちょっとなんとか生き延びないといけない。じゃあペルソナがファンタジーの方に寄ってきたら、僕らはそっち側に行けばいいんじゃないかということで、僕らはニーヤは今度から学園ものを作ろうかなっていうふうにちょっと思ったんですよ。で、そのことをアトラスさんに話したところ、アトラスさんとしては新規 RPG プロジェクトはファンタジー RPG をファンタジー RPG として作るとして、ペルソナペルソナでまだまだ作り続けるよっていうことをおっしゃったんですよ。ってことは何が起きるかっていうと、こんな感じで逃げた先でもニーヤは死ぬという、どっち行っても死ぬっていう風になるんですね。で、僕が皆さんにお伝えしたいことは、今回 の, アトラスさんの新規ファンタジー RPG プロジェクトについては考え直してほしい、こちらの方を強く皆さんお願いしたいと、アトラスファンの方は今回ファンタジー RPG プロジェクトについては諦めてほしいというふうに思ってます。で、最後に自分が作ってるニーヤオートマタっていうゲームが来年の2月23日に発売しますので、皆さんよろしくお願いします。それではさようなら。